青森県の西部に位置するつがる市で NPO 法人つがる縄文の会の事務局長をしている川島大二です。亀川海石に代表される縄文遺跡群がたくさん眠る縄文の宝庫つがる市で、北海道北東北を中心とした縄文遺跡群の世界文化遺産登録に目指して活動しています。今日は木造りの中心商店街の見どころスポット散策コースをご案内いたします。まずは JR 木造り駅の駅舎です。地元ではシャコちゃんの愛称で親しまれています。亀川化石時代遺跡から出土した遮光器土偶が駅舎に巨大にかたどられて町を見守っています。その視線の滝にあるのが、今年の春公開された映画津軽百年食堂のモデルの一つになった大正時代から続く老舗陣竹食堂。地元の人に愛され続けながら、昔ながらの中華そばはもちろん、4代目のマスターが腕を振るう本格的な中華料理で、やみつきになるうまさの担々麺は、この味を求めて遠くから足を運ぶファンがたくさんいます。町の中心部は、小店と呼ばれる昔ながらのアーケードがつながる商店街で、地元の野菜や加工品などを扱う産直施設、町の駅アルビョンでは、シャコちゃんせんべいも発売しています。約3キロの散策の最後には、津軽市役所隣の縄文住居展示資料館カルコで、亀川化石からの出土品や縄文時代の生活を再現した展示を楽しんでみてはいかがでしょうか。東京国立博物館に保管されている国重要文化財指定の遮光器土偶、シャコちゃんのレプリカが展示されています。津軽市木造りで縄文ロマンに触れる旅に出かけてみてはいかがでしょうか。ぜひお越しください。